パーフェクトベスト4ですね。大内真由美 vs 高木静香ね。延長ありがとうございます。別によくね、120分延長とか。120分も延長したんですね。じゃあ120分間やりますか。え？ん？このコークはアゲン。なあ、いいですね。高木静香の先行の70スタートですね。しーちゃんの決勝が見たい、ね。さあ相手は大内選手ですね。去年の最終戦も大内選手優勝しましたからね。気合は入ってると思います。さあ対する高木選手ですけど、状態は僕はもういいと思います。フォームがなんかすごい女子っぽくないフォームですよね。このなんていうんですかね、ダーツの送り出しの柔らかさはやっぱり天部の才を感じますね。対する大内選手ですね。大内選手は本当タイミングがあった時にもう大爆発する、もう腕振ったら絶対入るみたいな状況を作れる、メンタルの強いですね選手ですよね。店長はもうやめたそうです、はい。もうやっぱりこう両立はダメだって、会社の方から言われたみたいで。さあここですね、ここのリズムがちょっと大内選手、こういう時あるんですよね、バラバラになってしまう。なぜかバラバラになってしまうんですけど、大内選手は状況ですぐにスイッチが入れられる選手なので。あ、マイナンバーの影響なんですね、大内選手が店長を辞めたの。そういうことなんだ、マイナンバー。あっと大内選手がね、こう言って下にちょっと外れてくるときはちょっとですね、タイミング合ってないときですね。高木選手ここ攻めたいところですね。ここ攻めたいところですね、高井選手。そうですよね、大内選手はこういうところがある選手ですよね。ノーブルの次ハット、ただしタイミングが合いだしたらもうずっとハットですよね、大内選手は。なので高木選手油断禁物ですよ。うん、まだちょっと合ってないですね、送り出しがちょっと合ってないです。さあそして、高木選手ですね。お互い攻めきれてないですね。
さあここでハットですね。さあサブカメラの方もご覧になれますので、ファンの皆様はぜひですね。おっとここで148決まった。ナイスナイスチェック。さあそして大内選手の先行のクリティケットゲームスタートですね。パチ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 、ここですごいですね、8の連打来ました。横ずれとかはそれでほとんどなくするんじゃないかな。まっすぐ振れば入るという位置に持っていける。こう投げなきゃいけない、ああ投げなきゃいけないっていうのはもう絶対的にないというふうに思ってほしいんです。あんまり人には言いたくないんですけど、すごい今年1年の活躍がもはやこれにありということで。高木選手は札幌の選手ですね。大内選手は地元横浜の選手ですね。あ、地元は横須賀だったですかね。でも地元の神奈川県ですね。あ、ここは痛恨のミスですね。さあ高木選手、ここきっちりオープンから加点まで持ってきたところですね。そしてなんとセブンマークですね。さあここはファイブマークで、うん、セーフティーな攻め方ですね。でもいいと思います。さあ大内選手一発がありますからね。タイミングがあった時の大内選手は怖いです。絡まずですね。さあカットからの加点からの、さあここで5マークですね。しっかりとアドバンテージを取る高木選手。さあただいま行われている試合は女子のベスト4、高木静香、大内真由美、そしてサブカメラの方は田中美穂と佐川香織の4人が決勝戦をかけて戦っております。じゃあこの後ですね、男子のベスト4入りますので、ぜひぜひそちらも楽しみに。さあカットからの、そして6マーク、ナイス6。高木静香選手のフォームをですね、最近すごく良くなったなっていうのは、フォロースルーが遊びがちょっと多くなってきましたよね。柔らかく送り出しできてきてますよね。それとこのスピーディーなね、フォームですね。ナイスカット、攻め方がすごいですね。それと送り出しがすごく綺麗。
そうですね、このグルーピング、もう一本来ますね。大内選手のこのグルーピング力とタイミングが合った時のね強さはもう本当に、パーフェクトでもトップクラスですね。ここカットだ、一本でカットしてからの、さあインナーからの、決まった、ガッツポーズかっこいい。今の右手ガッツポーズからの左手ガッツポーズ、ダブルガッツポーズ。さあそして高木静香の先行のクリケットですね。今のガッツポーズかっこよかったですね。さあ高木静香20ですね、20、ここ大事に攻めたい、丁寧に攻めたい。うーん、ナイスライフ、なんて言いますかね、こうすごいやっぱ才能感じますよね、このフォームっていうのはですね、高木静香選手。さあ大内選手、うん、ナイスファイブ、ねじ込みましたね。そうですね、女子のリズムというよりは男性のリズムですよね、この感じは。なかなかいない感じの、こうなんていうんですかね、魅力的なフォームですね。さあ60からの、うん、もう一本来ました。さあ大内選手、ここは19、ここは1投目から来たら別途の可能性ありますよね。あー、ラッキー、弾き出されましたね。さあ高木選手しっかりカットですね。ここはさあカットからの加点ですね。なんとこれも決まった、ビッ、最近なんか B に反応してくれなくなりましたね、やっぱりもう うるせえみたいになってますね。さあそして18、さあオープンからのもう1本ですね、加点逆転、うん、あ来てきた、 B はいらないです、はい、すみません。おっと、そして加点か、うーん、ビッグラン、決勝に向けてのビッグラン。うん、ここは丁寧にですね、ど真ん中ですね。さあ大内選手絶対絶命ですね、ベッドが欲しいとこですね。決勝戦でね、あ、すいません、2015年の決勝戦でね、松本選手の時に見せたね、あのシュート力ありますんでね、大内選手はこのようなですね、
なので高木静香選手も本当に息も抜けない展開だと思います。おっとカット来てからの20加点ですね。そしてもう1本決まった。これは強い。アンラッキーミスですね。さあこれで楽になりましたね。もうビッグラウンド言いましたね。そう言いました言いました言いましたね。さあここ丁寧に行きたいですね。うん、しっかりカットですね。いいダーツしてますね高木選手。さあ地元で勝ちたい大内真由美、これは厳しい展開ですね。さあどうなってるんだこれは。さあ20、あこれラッキーですね。ラッキーでもう1回20ですね。さあここ思い切っていきたいですね。サブの方はどうなってます。さあインナー絡みたいとこ、あーこれはミスですね。田中選手2連勝ということですね。さあ硬くなってますねこれは。いく。さあこれで、インナーインナーワンチャンスないですね。ワンチャンスはないですね。クリケのブル入んないですよね。クリケのブルは入んないです。それはなぜ。決まった。なんと高木静香決勝進出です。2015最終戦優勝、そして、パーフェクトランキング前年3位の大内、4位すみませんの大内を下し決勝進出。